いよいよ今回最後の演目です。郁美会による直真節と新熊谷音頭です。郁美会は平成3年に熊谷地域を中心に日本民謡の愛好者が集い結成されました。毎年行われる熊谷市の文化行事等に参加するほか、さまざまな舞台で演奏を披露しています。また国内の民謡をはじめ熊谷地域にゆかりのある民謡を積極的に練習しています。今回披露していただく直真節は郁美会が演奏する演目の中でも重要な意味があります。直真節は昭和36年、当時の埼玉県知事であった栗原博氏が源平合戦で活躍した熊谷の武将熊谷次郎直真の人生を歌詞に書いたものです。平家の若武者である敦盛を討ち、その無常観の先に仏門に入り、連生として余生を送った直真の心情が一連の歌詞に込められています。そして新熊谷音頭は昭和26年に作詞藤浦光、作曲古関裕二という当時日本を代表する作詞作曲者によって作られた郷土熊谷を彩る名曲の音頭で、古関裕二を主題としたテレビドラマの影響で再び注目を集めています。熊谷人の心に響く旋律をお楽しみください。それでは郁美会の皆様、よろしくお願いいたします。壁で無常の愛
るかな。今は縁も何かせん、あまねく人を救わんと、その名も熊谷連勝堂。Thank you.
Oh,